浅野聡君。国民民主党の浅野聡でございます。本日もよろしくお願いいたします。今日はですね、牧島大臣にとですね、これから全国の自治体で進められていくであろう情報システムの、クラウド化のについて、いろいろ質疑をさせていただきたいと思っております。まずですね、今全国約1700の自治体で情報システムに要する費用、年間およそ5000億円以上というふうに言われております。非常に莫大な予算がこの情報システムの維持に使われているわけですけれども、政府が定めたデジタルガバメント実行計画においては、標準化やクラウド化を進めることによって、この地方公共団体の情報システムのにかかる経費についてですね、2026年度までに2018年度比で少なくとも3割、少なくとも3割の削減を目指すと、こういうことが謳われています。3割減らすとなると、相当な額になると思われますけれども、これ、具体的にじゃあですね、この3割の削減目標というのをどのように実現するのか、その内訳、あるいはどういうところを工夫するのかっていうところを、まずはお伺いしたいと思います。牧島デジタル大臣。今、ご指摘のありました、20の基幹業務システム、これは住民記録、徴税、介護、福祉といった地方自治体の基幹業務システムについてですけれども、ガバメントクラウドを活用した標準住居システムへ移行できる環境を整備いたします。統一標準化の取り組みを進めています。今ご指摘あったコスト削減効果に関しては、オンプレミス環境の状況にもよるものの、オンプレミス環境からガバメントクラウド環境に移行するだけではなく、ガバメントクラウドが提供する機能を活用することが重要だと考えております。インフラレベルでは、例えばガバメントクラウドが提供する環境の自動設定機能の活用により、インフラの構築期間を短縮して運用の効率化を図ることや、マネージドサービスを活用することなどにより、アプリケーションのメンテナンス費用を下げることなどによって、コスト削減につなげていく必要があります。さらに、インフラレベルだけではなく、アプリケーションレベルにおいて標準仕様書に準拠したものへ移行することにより、従来の個別自治体のシステムに応じたカスタマイズ対応を不要にし、アプリケーションを共同利用することで運用コストを削減する必要もあると考えています。現在、地方自治体にガバメントクラウドを安心して利用していただけるように、複数の団体がガバメントクラウドを利用する先行事業を行っています。その投資対効果も検証しているところでございます。そこで得られた知見を、より投資対効果が出るような統一標準化の取り組みとして推進をしていきたいというふうに考えております。浅野君。はい、ありがとうございました。いろいろクラウド化したときにですね、さまざまなその自動化の機能があったりだとか、このいわゆるマネージメント、これもいわゆる一種の自動化ですよね、自動でマネージメントをしてもらえる機能を使って、コストを削減していくということなんですけれども、ちょっと大臣、ぜひ今後、このデジタルに関する議論をする際にですね、言葉をもう少し平易な言い方でしていただけると、ちょっとわれわれも理解しやすいのでよろしくお願いいたします。ちなみにオンプレミス環境というのは、実際にサーバーやシステムのハードウェアから自治体が保有する状態のことを言いますが、クラウド化というのは、もうそのいずれかの場所に集約されたデータセンターにその機能を含めて、ハードウェアを含めて集約するということですので、当然ながらそのコストメリットというのは出てくるかと思います。で、2問目の質問ですけれども、今、さまざまなそのクラウド化することによってですね、いろいろな機能が使えるということがございました。で、ただ自治体の情報システムというのは、当然ながらその自治体の施策の内容であったり、あるいはさまざまな環境変化に応じて適宜改修をされながらこれまで運用されてきております。で、その改修費用についてなんですけれども、このガバメントクラウドにするとですね、要はその自治体が保有していないそのハードウェア上の機能改修になりますので、これ、自治体が負担するべきなのかどうかっていうところに、今、少し
疑問が湧いてまいります。で、これ、国の負担なのか、自治体の負担なのか、その考え方についてお答えいただけますでしょうか。牧島大臣。ご指摘ございました制度改正に伴うシステム改修費用については、これまでの個別の自治体のシステムについても、国の法令改正によって地方公共団体の事務に変更が生じる場合に、当該事務にかかるシステム改修に要する経費については、例えば国庫補助や地方財政措置などが講じられてきたものと承知しております。今後も事務の性質や制度の見直しの内容等に応じてにはなるものの、必要な財政措置がなされるものと認識しております。またこれらの財政措置については、制度を所管する関係府省庁とよく協議をしながら進めてまいりたいと存じます。浅野君。これですね、実際私この今回の質疑に臨むにあたって、やはり情報システムを開発している方々にも少し話を聞いたんですね。で、やはり 今の話の部分なんですけれども、その、内容にもよるという話がございました。で、その例えば基幹的な部分の改修については、その国が一括してやる場合もあれば、で、自治体が独自でやる場合もあるんですけれども、やはりそこが国と自治体で連携不足だったり、あるいはそのコミュニケーションのミスマッチがありますと、予算上重複して計上されたりだとか、作業が二度手間になったり、あるいは作業そのものが相手に期待することによって、忘れてしまったりとか、そういうことが起こるリスクになるので、ここは実際のビジネス上もですね、やはりその重複だったり、欠損だったりっていう事象が出てますので、ぜひそこはしっかりと対応していただきたいと思います。非常に細かなところなんですが、かなりクリティカルなところですので、よろしくお願いいたします。で、続いてなんですけれども、この2020、先ほど移行、先行事業もされているというふうに大臣おっしゃっておりましたが、この2025年度末までのこのシステム移行にかかる費用というのは、原則国が、この移行の費用については国が負担するということにとされています。で、そのためにですね、先ほど大臣おっしゃっていた20の業務については、およそ1800億円強が措置をされているというふうに承知をしております。で、ただ、これ、2025年っていうお尻が決まっている、期限が決まっている、いますけれども、これに今懸念しているのはですね、この2025年度、一番最後の最後、ぎりぎりの時期に作業が集中してしまうことによって、この事業者側で業務単価が上昇して、例えば予算が達成できなかったり、あるいは作業が集中をして、どうしても納期に間に合わなくなる、そんな状況になってしまうんではないか。で、さらにそれによってですね、無理な予算内でどうしてもやってくれっていうような無理なお願いを自治体からされたら、これ、事業者側としては、なかなかこれ、断りづらいし、交渉しづらいんですね。ですから、願わくば十分な予算措置であったり、追加の措置というのもお願いをしたいところなんですけれども、まだ少し時間もありますので、しっかりとこの2025年最後の最後で、作業が集中しないように、デジタル庁にはぜひ、この全体的な進捗の管理というのをお願いしたいと思うんですけれども、これ、業界の声ですから、ぜひ大臣からお答えをいただきたいと思います。牧島大臣。ご指摘ございましたとおりに、コミュニケーションを図っていかなければならないというところは、私どももお大事な観点として思っております。で、この間、2月から3月にかけてですが、市町村と、そして基幹業務システム等を自社開発しているベンダーに対するヒアリングを丁寧に実施してまいりました。で、これらのヒアリングを通じていただいた質問なども整理いたしました。そして昨日でございますが、標準化法に基づく基本方針 0.8 版、1より前 0.8 版として、全国の地方自治体に対して提示をさせていただきました。で、今後、この基本方針 0.8 版をたたき台として、適切な費用での円滑な移行へ向けた実務上の課題を整理した上で、標準準拠システムへの移行に関し、事業者等に対する調査も行い、地方自治体の意見を丁寧にお伺いし、本年夏までに標準準拠システムへの移行のあり方について定めてまいります。浅野君。
はい、ありがとうございます。今そのいろいろ業界にもヒアリングをしていただいているというふうに話伺いました。ありがとうございます。本当に現場はですね、そういったところに耳を傾けてもらうことを非常に期待をしております。でちょっと質疑の順番を変えたいと思うんですが、この、まあ、IT ベンダーなどとのコミュニケーション、これまでも図られているということなんですけれども、まあ、今のお話の部分は除いていただいて構いませんので、これまでどういった形でそういう場を作ってきたのかというのと、あとは肝心なのはこれからですね、やはり2025年度に向けてどういったコミュニケーションを取っていくのか、もし計画や考えがあればお聞かせください。牧島大臣。担当者において自治体に加えて基幹業務システムを自社開発するベンダーと直接意見交換を行いました。で意見交換の結果、ベンダーから意見が出てきておりまして、標準仕様書などはその概要や案の段階で早期公表が円滑かつ確実な移行には必要であるといったようなご意見をいただいた、ベンダーの開発機関に配慮する必要があるという意見もいただきました。こうしたものを踏まえ、随時情報提供を行い、今後もしっかりとご意見をお伺いしながら取り組みを着実に進めていきたいと思っております。浅野君。はい、そういった意味で先ほど言っていた 0.8 班1になる至る前にそういった方針方向性を出していただいているというのは、これはこれまでの多分省庁の中ではやられてなかったんではないかなと思いますし、そこは前向きに評価をさせていただきたいと思います。ぜひお願いいたします。でちょっとですね、今もう一つ気になっていることはですね、まあ、自治体といってもたくさん大きなところから本当に過疎地域の小さな自治体まで多数ございます。で今懸念しているのはやはり小さな自治体が置いてきぼりにされてしまうんではないか置いていかれてしまうんではないかというところを懸念しております。でまあ、やはり実態としてですね、小さな自治体ではこの情報システムを管理する担当者が1人ないし不在というところもあるというふうに聞いておりますし、そういう場合は多くがこの IT ベンダーにもうすべてを任せっきりにしているというような実態があるというふうにも聞いています。まあ、こういった自治体がこれからこのクラウド化へ移行していくにあたって、やはり政府のサポートというのは必要不可欠かと思いますが、どういったサポート体制でサポートをするのか、ぜひ教えてください。牧島大臣。ご指摘のとおり、小規模自治体人材不足ということを私としても認識しております。総務省の方では移行のための手順書を作成していただいておりますので、まずそれを活用していただくとともに、都道府県がこうした人材不足に対して寄り添って支援する役割を担っていくことが重要であるとも考えております。また総務省の方では移行にかかる進捗管理を支援することとしているというふうにも聞いております。で、我々デジタル庁としてはこうした総務省や都道府県の活動とともに、市町村が円滑な移行ができるように技術的な助言等を含めてしっかりとサポート体制を取っていきたいと思います。浅野君。はい、事前の省庁から聞いた話ですとですね、都道府県、今のお話のように都道府県がサポートをするということだというふうに聞いておりますが、ただまず移行期のサポートというのが今は主眼が置かれていて、移行後の通常オペレーション時のサポートというところはこれからなんだというふうに聞いております。で、移行できればあとは大丈夫かというとそうではないと思いますので、このあたりはやはりデジタル庁としてですね、都道府県に任せるだけでなく、デジタル庁として、その一定の共通のマニュアルであったりガイドラインであったり、あるいは普遍性の高い部分であればデジタル庁が一部運用をするとか、さまざまな柔軟な対応を考えていくべきだと思いますので、ぜひ今後もご検討いただきたいですし、ちょっと進捗については教えていただきたいなというふうに思っています。で、そろそろ時間が来ましたので最後の質問になりますが、今回ですね、システムの移行にあたってもう一つ重要な観点はベンダーロックインの解消だと思っています。
さまざまなベンダーがこのガバメントクラウドに参加することというのが一つその競争環境の構築につながり、ひいてはコストダウンにつながるというふうに思うんですけれども、ただ一方で今先行している自治体ではですね、今これまで使ってきたシステムのをそのままクラウド化する、つまりベンダーを変えずにクラウド化するというような実態もあるというふうに聞いております。こういった状況でロックインの解消というのを狙うためにはどうすればいいのか、ぜひ政府のお考えをお聞きしたいと思います。牧島大臣。ベンダーロックインの課題については私ども認識をしている上で、地方自治体の基幹業務システムにおけるベンダーロックイン解消のため、統一標準化の取り組みの中で基幹業務システム間のデータ連携やベンダー間のデータ移行について円滑かつ容易に行えるようにする必要があるというふうに考えております。そのためこの基幹業務システム、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律の規定により、国が定めるデータ要件、例件要件の標準に適合することが義務化されていますので、その適合性の確認も厳格に行いつつ、課題の解消に取り組んでまいりたいと存じます。浅野君。はい、ぜひその自治体側にですね、そのことをよく理解していただけるように、周知もお願いして、私の質問を終わります。どうもありがとうございました。次に